はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、9月の5日に撮影してるんですけども、今日はですね、楽天スーパーセール、こちらをちょっと取り扱っていきたいと思っております。まあ、いつもですね、このセールの動画っていうのは、やっぱり Amazon のタイムセールをね、紹介することが多いんですけど、今日はですね、楽天行きます。結構今回の楽天スーパーセールですね、中身を見てみたんですけども、セール対象の商品結構多いですし、半額になっている商品も結構あったりするんですよ。まあ、やっぱりこの Amazon と楽天って結構違うんですけど、この楽天はまあ、Amazon にある商品とかね、ガジェット系の商品もたくさんあるんですけど、特に Amazon ではないような食品系の商品とかですね、ファッション系の商品とかですね、そういったものも結構多いです。その辺もちょっと紹介しながら、すでにですね、見つけてみた楽天スーパーセールのですね、いいなと思った商品ですね、お伝えしていきたいと思います。では行きましょう。はい、ということでね、楽天スーパーセール、今日は行きたいと思います。まず期間なんですけども、9月4日の、午後8時から、9月11日日曜日の、1時59分までとなっております。なので、まあ、結構期間が長いです。今ですね、撮影してるのがそれこそ月曜日なんですけども、今週丸々この楽天スーパーセールやってるという状況になるので、ゆっくりですね、お買い物楽しむ時間があります。ちょっとですね、セールの方見てるんですけど、結構その日によってですね、違います、セールになってるものが。なので、まあ、今日と明日だけ対象とか、そういう感じで、まあ、期間は長いんですけども、その期間の中にセールだったりセールじゃなかったりするものもあるので、まあ、安くなってる商品を買うようにしていった方がいいんじゃないかなと思います。はい、でですね、ポイント倍率の高め方なんですけども、自分の場合ですね、まあ、3.5 倍なのであんま高くはないんですけども、まず楽天会員になりましょうというところとか、楽天カードも、ね、作っておいた方が、まあ、ポイント倍率は上がりますよね。あと楽天銀行も自分持ってるので、楽天銀行の方でも倍率が上がってるっていう感じです。で、あと楽天トラベルとか、楽天証券とかですね、いろんなこの楽天関係のこのサービスがあるんですよ。で、この辺をですね、まあ、使っていくことによって、ポイント倍率をですね、さらに上げていくことができるという仕組みになってます。めっちゃいろんなね、サービスがありますよ。で、あとのポイントとしては、この楽天のですね、このショップ買い回り制度っていうのがあって、でまあ、これエントリーするんですよ。で、このエントリーした状態で、複数のショップからですね、買い物をすると、まあ、ポイントの倍率が上がってきますよという制度ですね。これエントリーの期間は9月の1日から9月の11日までなので、セール終了までやっております。で、購入するこのショップの数に応じてポイントの倍率が2倍、3倍、最大10倍までと上がっていきます。なので、要はこの楽天の中でいろんなショップがあるんですけども、まあ、複数のショップでね、買った方がですね、ポイントの倍率が上がってきますよということになります。ポイントの付与の予定は10月の15日となっております。ちょっと楽天のページってですね、若干ちょっとごちゃごちゃしててね、分かりにくかったりするんですけども、この真ん中のところにですね、楽天スーパーセール特設会場っていうところがあります。で、この辺から見ていくと、特にまあ、安くなってる商品が見つけやすいのかなと思います。公式ショップ家電祭りとかですね、見ていくと、まあ、家電で安くなってるものを見つけられたりします。はい、まあ、テレビとかもね、結構ありますね。この辺アイリス大山ですね。あとダイソンの掃除機とかですね、この辺も最大で 36% オフになっていたりとか、これからの季節ですね、このダイソンの温めるやつね、そこにも実はね、置いてあるんですけども、これとかも、安くなります。で、ダイソンピュアクールホットリンクですね、はい、こちらもあります。あとロボット掃除機ね、この辺ちょっと後でね、紹介しようと思います。はい、こんな感じで今は特設会場のところから公式ショップ家電祭りを見に行きました。で、日用品だったら、この日用品最大 50% ポイントバックっていう、ね、ページがあって、ここから見ていくと、まあ、ちょっと見つけやすいのかなと思います。はい、大特価セールっていうのがあって、ね、掲載アイテム全品 20% 以上っていうね、安くなってる。特にこの割引率が高めの商品とかが、まあ、この辺に集まっているという形になります。まあ、自分で見ていく場合はこういう感じで見ていったりとか、あとはですね、クーポンがたくさん出てるところとか、まあ、ポイント倍率が高いところとか、グルメ、ファッション、ガイドっていう感じで見ることができます。あとこちらですね、この楽天スーパーセールのこの半額になってる商品だけからね、探すことができるページもあって、で、今回半額のアイテムがですね、約200万点あります。まあ、この辺が特に一番ね、この割引率的には高いところになっていますよということで、この辺キーワードから検索していくことができます。はい、もちろんジャンルからも探すことができるので、テレビ、オーディオ、カメラとかね、この辺見ていくと、まあ、半額になっているものだけがですね、出てくるわけですね。ちょっと見ていく感じね、あんまり
気になる商品がねない感じなんですけども、一応こんな感じで、まあ、半額になっているものが、ありますよと。まあ、ちょっと有名なメーカーのフォッシルとかもありますけども、結構聞いたことないメーカーの商品とかも多いので、ちょっとその辺はね注意した方がいいと思います。はい、ということでちょっとね楽天の、スーパーセールというか楽天の商品ってちょっと見つけづらいところもあるので、個人的にすでにチェックしてみて、あ、これ安くなってんなと、で物もいいなって思ったものを、ちょっとまとめてね紹介していきたいと思います。はい、まずねこちらですね、 JBL がですね今回ね楽天スーパーセールねなってますね。今回ですね安くなってる商品がいくつかあるんですけど、まずですね、あ、これ安いなと思ったのがこの JBL のライブプロプラス、TWS ですね。これはですね、昨年かな紹介したこの JBL の、完全ワイヤレスイヤホンになっていまして、公式ストア確か限定の商品だったと思います。で、ショートスティック型で装着感が高いですよっていうタイプの、完全ワイヤレスイヤホンですね。で、これ、ノイズキャンセリングもそこそこ効くし、音質もすごくいいので、まあ、コスパがいいんですよ。で、通常価格12,100円のところが18,890円になってますよというところで、さらにそこにポイントもつきますよっていうところになってます。はい、でこれはですね、一番新しいやつじゃなくて、今年ですねさらに新しいライブプロ2が出てます。これをちょっとチェックしていきましょう。ライブプロ2がですね通常17,600円なんですよね。でそこが今回 20% オフの14,080円になってます。だからまあさっきのねライブプロプラスと比べると4,000円ぐらいですかね差額があるんですけども、どっちを買うのかっていうとこっちの方が正直おすすめですね。なんでかっていうと、ライブプロ2に関してはですね、マルチポイント対応してます。で、ノイキャンもさらに強くなって、音質も上がってる。まあ、何が違うのか、ここに書いてるんですけども、リアルタイム補正のハイブリッド式のノイズキャンセルになってますよとか、バッテリー時間も長くなってますね。で、防水性能も上がってますよというところとか、あとはマルチポイントと、Bluetooth 5.2 の LE オーディオ対応予定となってますね。はい。なんでまあ最新のスペックが詰まったイヤホンになっていて、割引率的にもね、なんかちょっとお得感がこっちの方がありますよね。20% オフなんで安くなってますよと。まあさらにポイントもね、バックしますよという感じです。なのでこのあたりのイヤホンとかは、楽天の今回のスーパーセールでかなりおすすめできる商品かなと思います。はい。で、あとですね、ちょっとこれはね、個人的には、かなりおすすめの、この楽天でリピートしてる商品なんですけども、肉なんですよね。はい、焼肉、冷凍の焼肉ですね、この辺がかなり美味しいんですよ。こちらがですね、この楽天の松屋っていうお店のですね、厳選焼肉ハラミ1キロセットですね。こちらが今5,500円で、これ特に安くなってないんですけども、とにかく量も多くてですね、まあこれで焼肉するとかなり美味しいんですよね。なので、個人的にはこれハマってます。リピート購入していて、まあ常にストックがある感じですね。はい。で、まああと焼肉系は結構他にも、あるんですけども、ショップが異なったりするので、どのお店の焼肉が美味しいかっていうのはやっぱり頼んでみないと分かんないところもあるので、ちょっとね怖いところではあるんですけども、個人的にはさっきの松屋っていうお店はねおすすめですね。で、あとは、楽天スーパーセールで、まあ、30% オフとかになっている焼肉もあるので、まあ、その辺からね選んでいくっていうのもいいのかなと思います。まあ、こんな感じで食品系はかなりですね、お得感があるんですよ今回のセール。ちょっとね、見ていくとキリがないぐらいたくさんあるんですけども、まあ、焼肉とかですね、まあ、冷凍食品とか結構おすすめですね。はい、で、続いてですね、これ先日ね、数日前に紹介したばっかりなんですけども、このエコバックスの、掃除機ですね。Dbot X1 Omni っていう、まあ、エコバックスの最強の、スペックが入っているフラッグシップの、ロボット掃除機になっております。で、これですね、実際使ってみて本当にいいんですよ、これ。マジで、掃除の手間がですね、なくなる。特にロボット掃除機といえども通常はですね、お手入れが必要なんですよ。特に床のね、水拭きとかをするものは、モップのメンテナンスがね、通常は必要になるんですけど、これに関しては、モップ自体もですね、まあ、この本体で、掃除してくれるんですよ。モップ自体も綺麗にしてくれるので、まあ、常に綺麗なモップを使いつつ自宅の床をですね掃除してくれると。でモップだけじゃなくてもちろん吸引もしてくれるんですよね。吸引しながら水拭きもするっていう掃除機になってますので、まあ、本当に死角がないですね。で、部屋の間取りとかも把握してくれますよとか、カメラもね、HDR カメラがついていて、暗くてもね、しっかりと周囲を認識して、まあ、ペットとか自分とかにもぶつかんないようになってますよと。で、自動的に終わったら、ステーションに戻って給水して、自動洗浄、熱風乾燥して、常に清潔なモップが使えますよっていう、ね、感じになってます。で、まあ、本当に何をするかっていうと、
この水がなくなってきたら足す、汚れた水が溜まってきたら捨てるっていう、そのぐらいですね。それを毎回やる必要はないですと。であとゴミ収集は、まあ、最大60日分のゴミが溜まるので、まあ、滅多にそんなにねゴミのパックを、まあ、捨てるっていうこともまあないです。でさらに、まあ、静かですよとか、物体回避しますよとか、まあ、とにかく、まあ、最強スペックが入ってるロボット掃除機になっていますよというところです。でこちらがですね、通常価格がちょっと高くてですね、19万8000円なんですよ。でまあ見ての通り、それがですね今回楽天スーパーセールで3万円オフの16万8000円と1万5000円オフのクーポンをさらにつきます。なのでちょっと価格的には、16万8000円から1万5000円さらに引きますよと。で15万3000円分になりますよと。でさらに、ここにある通り、まあ、ポイントですね、自分の場合これで 4.5 倍なので7024ポイントですね、マイナス7024ポイント、実質ですね14万5000円ぐらいになるというふうに考えられます。なのでこのスペックで14万5000円だったらかなりですねこれお得感があると思います。はい、なのでまあちょっと強力なロボット掃除機をね、使ってみたいよっていう方は、まあ今回の楽天スーパーセールはまあチャンスなのかなというふうに思います。では続いてですね、先日紹介したサウンドバーですね、ファンロジーのサウンド3っていう、すごくもともとコスパのいいサウンドバーになってます。テレビの前に置くだけですね。でケーブルでテレビに接続するだけのサウンドバー、本当にシンプルで 3.5 ミリのケーブルでつなぐだけのサウンドバーになってます。でこちらがですね、まあ価格の割にはですね、音質結構いいんですよちなみにここに自分の動画出てますけども、こちらからチェックできます。はい、価格はですね、もともと9999円ということで1万円切ってるので、もかなりコスパがいいんですよね。でその割に音質もねそこそこいいものになっていて、 80W の、スピーカーになってます。で 2.1 チャンネルですよ。サブウーファーとかも別に置く必要ないですし、これ単体で使えますよというもので、あと結構コンパクトなので、まああんまりちょっとサウンドバー置く場所がないなっていう場合も、スペース取らずにですね使うことができます。高さに関しても結構ね、まあ低めになってますというのもポイントで、こちらが今回1000円オフですね、8999円となってて、あとポイントがちょっとつきますよっていう形になります。なんでちょっと、まあ、自宅で、まあ、普通にテレビの音をですね、テレビの内蔵スピーカーから音出しててあんまり良くないんだよなって思っていた方は、これを使ってみると結構変わると思います。はい、続いて紹介していくのがですね、こちらですね、 POCO F4 GT ですね。こちらは先日発売前に予約をして購入しました。はい、ものすごいコスパのゲーミングスマホですね。何がすごいのかっていうと、まあ、冷却性能とかも結構入ってまして、であとこの 120Hz のリフレッシュレートに対応してますよとか、まあ、クワッドスピーカーでスピーカーの品質も高いですよとか、ゲーム用のボタンがついてきたりするんですよ。まあ、カメラ性能はそこそこっていう感じで、まあ、こんな感じで6400万画素のカメラとか、あと超広角のカメラもついている、で望遠カメラはついてないです。はい、まあ、そんな感じの、まあ、そこそこのスペックのカメラがついているっていうのと、やっぱりね特徴というか一番すごいのがですね、まあ、この価格でスナップドラゴン8 Gen 1が入っているっていうことですね。今年のまあフラグシップ級のスペックが入っているのに、もともと7万4800円なんですよ。で価格今回がですね、こちら9月5日限定って書いてるんですけども 15% オフですね、6万3580円になっております。でさらにポイントもバックされますので、実質約6万円ぐらいの価格になるということです。一応防水に対応してないのと、あとフェリカに対応していないっていうところがですねデメリットになってきます。でまあちょっとその2つは外せないんだよなっていう方は、まあ、注意した方がいいんですけど、まあ防水なくてもいいかなとか、あとフェリカなくても別に困んないしなとか、そういう方はかなりスペック的には高いんですけども、価格が抑えられているので、まあ、快適に使えるんじゃないかなと思います。まあ、そんな感じで、まあ、ちょっとスマホですね、シャオミのスマホも結構安くなってますので、チェックしてみるといいと思います。まあ、その中でも、POCO F4 GT は9月5日 15% オフと書いております。はい、で続いてですね、骨伝導イヤホンのですね、オープンランプロがですね今回安くなっております。こちらも、まあ、レビューをしておりまして、すで、に動画も上がってますが、まあ、骨伝導イヤホンなので、耳を塞がずにですね使うことができるイヤホンになっております。でこちらは、ですね、まあ、新型なので、骨伝導の割に音質が結構良くなったりとか、して使いやすくなっています。であと、まあ、結構本体の、ね、ケーブルというか頭の後ろに来る部分が細かったりするので、そんなに装着していてですね邪魔にならずに、このスポーツとかでも使えますよというイヤホンですね。こちらが
通常 23,880円がちょっと安くなってまして 21,492円と701ポイントですね、ポイントバックがありますよということになります。まあちょっと安くなってるね、率はそんな高くないですけども、一応今回こちらスーパーセールの割引として安くなってますので、取り上げてみました。はい、一応 Amazon でもね同時に価格チェックしてるんですけども、 Amazon だと本当に 23,880円で売ってますので、今これこの価格になってるのは多分楽天だけなのかなと思います。はい、で続いてですね、商品としては最後ですね、 CIO の、こちらノバポートトリオ 65W がですね今回安くなってますよ。こちらこれはですね、充電器としては今ねかなり気に入ってるものになってまして、なんでかっていうとめちゃくちゃ小さいからですね、こんな感じで縦 59mm 横 43mm ということで、まあ、卵1個分ぐらいの、サイズ感でめっちゃ小さいんですよ。だけど、まあ、チッカガリウム搭載で、まあ、65W の出力に対応している。で3ポートついているので、まあ、3台同時に、複数台充電することもできるっていうものになってます。まあ、3台使っても USB1 が 45W出ますので MacBook Air とか普通にいけます。であとはスマホと、まあ、イヤホンみたいな感じでこの写真の通りに、ね、充電していくことができる。これで 60W ですね。でもちろん折りたたみプラグになっていて、傷がつきにくい脂肪加工もされてますよというものになってて、これ旅行とか出張に持っていくのにはかなりぴったりな充電器かなと思います。はい、でこちらがですね今回通常5990円ですね、これが、4380円となっております。スーパーセール 27% オフなのでかなり割引率も高めです。はい、でさらにちょっとポイントもつきますよということになります。これ Amazon で今見ると5990円でしたので、まあ楽天でねかなり今安く買うことができますので、これおすすめの充電器となっております。一応 CIO をねあとちょっと最後に見ていくんですけど、 CIO の楽天市場店があってで、ここでですね、まあ、どれでも5点購入するとさらに1000円オフとか、複数台まとめて買うとね、さらに1000円オフとかいうクーポンもあるっぽいので、この辺もね、合わせて見ていくといいと思います。一番このお得感強いのはこれですね。やっぱ 65W のノバポートトリオが安いと思います。であと他にもですね、まあ、気になる商品があったら、まとめて購入していくとクーポンで使えますので、お得感が上がるのかなと思います。はい、こんな感じで結構ね、紹介してないんですけども、CIO の製品たくさんあるんですよ。こんな感じでございます。はい、ということで今日はこんな感じですね。楽天、スーパーセールですね、こちらの今2日目になるんですけども、ちょっとお得だなと思った商品とか、あの物として間違いないなと思った商品を中心にまとめてみました。はい、まあ、楽天スーパーセールね、あの今紹介したのはほんの一握りに過ぎなくて、やっぱりですね食品系とか、まあ、日用品とか、あの自宅にストックしておくような商品とかね、そういったものもかなり安くなっているものがありますので、まあ、こういったガジェット以外にも、まあ、あの気になる商品とかね、あったらチェックしてみるといいと思います。まあ、正直まだまだ期間があるので、まあ、これからね次の日曜日まで楽天スーパーセールやってますので、引き続きちょっと自分もチェックしてですね、なんかいいものあったらねまた改めて紹介しようかなと思います。はい、ということで、今日はこんな感じで以上になります。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。